ボシコ・ヤンコビッチは、ユーゴスラビア出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。レッドスター・ベオグラードの下部組織出身。2002年にプロデビューを果たし、2003年1月に、イェディンストボウブへ、レンタル移籍。イェディンストボウブでは、在籍1年半で28試合21得点を記録。2004年から再び、レッドスターでプレーし、71試合25得点を記録した。2006年8月に、スペインの RCD マジョルカへ移籍。RCD マヨルカでは1シーズンのみの在籍で28試合9得点を記録。2007年の夏からはイタリアへ戻り、パレルモでプレーすることとなった。パレルモでの1年目は26試合出場、2得点。2008年夏にはジェノア CFC へローン移籍することが決まった。ジェノアにおいてはジャンピエロ・ガスペリーニ監督指導の下で成長を見せ、エゴイスティックなプレーが減った。3トップの一角を主に担い、2008から09シーズンはジェノアのセリエ A5 位に貢献した。シーズン終了後の6月25日、ジェノアへの完全移籍が発表された。セルビア代表として2006年11月15日のノルウェー戦で代表初キャップを記録。2007年3月28日のポルトガル戦で代表初ゴールを記録した。ありがとうございます。